元キュートのリーダーで、女優の矢島舞美が、過去に共演経験のあった舞台出身のブレイク俳優、三方良介と交際していることが分かった。矢島が三方の自宅にお泊まりデートをする姿を、文春オンライン特集班が撮影した。関係者によると、将来を見据え真剣に交際しているという。キュートといえば、2020年に岡井千里、今年8月に萩原舞が相次いで結婚。次は誰だとファンが囁く中、大方の予想を裏切る形で結婚に近づいたのは矢島だった。スポーツ紙記者が明かす。矢島は小学生時代からハロプロ入りし、来年には芸能生活20周年を迎えます。グループのリーダーということもあり、アイドル時代は真面目で恋愛禁止も守り、他のメンバーが異性関係で問題を起こすと怒るのはいつも矢島だったといいます。家族にも愛され、ステージに立つ際はご両親がいつも送迎していました。アイドル卒業後は、舞台を中心に女優として活躍。味方とは2018年に舞台、レディーアウトローンで共演している。スポーツ紙記者はこうも語る。味方はミュージカル、テニスの王子様に柳生博役で出演。舞台役者として知られていたが、2020年にフジテレビ系列で放送された正月ドラマ、教場にて、木村拓哉演じる風間光信の教え子鈴木陽太役を演じプチブレイク。以来、妖怪シェアハウス理想の男、刑事7人などドラマにも多く出演し、名バイプレイヤーとして活躍しています。性格はストイックで家庭的。自分で掃除や炊事をこなし、SNS は料理写真もよく上がっていますよ。矢島はキュート解散が発表された2016年に自身の写真集イベントでこんな風に話していた。よく男を見る目がなさそうとかだまされそうとか言われるので、卒業後はちゃんといい人を見極めていきたいです。だが、真摯な味方はいつでも矢島の味方だった。取材班は今夏8月22日、舞台の仕事を終えた矢島を送迎するために、劇場付近に自社で待機していた味方を目撃した。矢島は味方の車を見つけると、笑顔で味方に駆け寄り車に乗り込んでいた。そんな二人の決定的な瞬間を撮影したのは、今月12月6日。前日、舞台、鴎外の階段の千秋楽を終えた味方は、昼前に自宅を自社で出ると1時間ほどで矢島と共に帰宅。4時間ほど自宅で共に過ごすと、矢島は味方に車で最寄り駅まで送られ、仕事へと出かけていった。二人の共通の友人は、味方くんは舞ちゃんにベタ惚れで、料理をしたり送迎したり、かなり尽くしています。彼は遊び方も真面目で、男同士でゴルフや飲みに行くなど悪い噂もない。舞ちゃんも味方くんを信頼しています。付き合いも長く将来を誓う仲だと聞いていますと語る。同日20時、矢島は仕事を終えると慣れた足取りで味方の自宅に帰宅。翌朝まで逢瀬を共にした後、再び仕事に出かけたが、この日も味方は最寄り駅まで矢島を送る献身ぶりだった。文春オンラインが12月10日、愛犬の散歩に出かけた味方を直撃した。矢島舞美さんと交際していますか？すいません、事務所に聞いてください。そう言い残すと足早に愛犬と共に去っていった。また、双方の所属する事務所に二人の交際の事実について問い合わせると、下記のような回答だった。矢島の事務所は、矢島からは、味方さんとは真剣なお付き合いをしていると報告を受けていますと答えた。また、味方の事務所は、味方良介本人より、矢島さんと真剣なお付き合いをさせていただいていますと報告を受けていますと回答した。グループを支えた真面目なリーダーの熱愛劇。どうやら矢島の見極めは無事に成功したようだ。ご視聴ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。